こんにちは、平山優奈です。こんにちは、シラックスです。小太郎です。お願いします。僕らってもう1年ぐらいコラボしてますか？してます、はい。まあ多分この先もコラボお願いすると思うんですけど、より僕と小太郎は平山優奈を知っておかないといけないなと思うんですね。はい。なので今日は平山優奈に合わせろ選手権。具体的に何をやるかと言いますと、例えば前宙の着地で優奈ちゃんはどういう動き方をするのか、まあ、止めるのか前に動くのか今電話は鳴るのか、あと何プルだと思う？これ3 6 4 こういうことね。今は電話が正解だったけど、これは平山優奈でやっていきます。はい、わかりやすかったね。復活優勝優勝、まあ、ということで9個お題がありますので、僕と孝太郎がそれぞれ優奈ちゃんに合わせに行って、どっちが合わせられたかを勝負していこうと思います。はい、はい、最初はグーグーチェックポイ、はい、こうでしょ、はい、こうでしょ。さっきレッツゴー。第1種目、バク宙着地止めです。はい、優奈ちゃんは動くのか、それとも止めるのか、なりきってやっていきましょう。はい。でこれ前提は止めようとするわけ、ね、関係ない。いや、止めようとした結果だね。うん、イエス。はい、キャーどうどうぽいかも。そう、もう止まって、うん、嬉しい、うん、ってなる、うん、降ってきてたね、今ね。よし、これね、予想は。じゃあ僕の平岩いきます。はい。こんな感じで後ろ、うん、はい、はい、本気でやるこれからいいんだよね。そうだよ、止めようとね。オッケー、いきます。おー優勝これは完璧すぎる。孝太郎1ポイント。いやー5 3 6。うわー全然だ。じゃあ次行きましょう。はい、第2種目目、懸垂。イエス。何回できるかね。イエス、はい、イエス。ゼロです。マジ？そんな弱いかな。そんな未来が見えている。じゃあ俺の予想言っていい？数じゃない、うん、多分ね、ゆうなちゃん押す力弱いけど引く力ある。あー、ロープ意外と登れるし。あーだっけっていうのでいきます。おー、いきます。2.5 だと思います。はい、じゃあ俺 0.2。 まあまあそう、もうこれは最大お願いします。何回やってもいいんだよ。いきます。はい、うわマジかよ。多分ね、ゆうなちゃん押す力弱いけど引く力あると思う。ちょっと待って、孝太郎強すぎ。やばい。もう一回いいよ。いいよいいよ。でこれで上がっちゃったらいい。いいよいいよ。マジかよ。上がるわけないよ。本気出せマジで。おい。本気出せ。オッケー。いきまーす。いけ。引け。
やったな平井は言うな、すごいか思いすぎてるのかもしれない。ちょっと楽しいね。会話もできないの。コウタロウ大正解じゃん。やばいっしょ。このマジ一緒だったから。じゃあ次行きましょう。はい。で一ポイント。強っ。コウタロウできたよ。第三種目目、このロイター板を使って屈伸前宙の着地がどうなるか。はい。これはよくやってるからね、うん、ジャンプありがいいんだよ、うん、ジャンプありで OK よく見るのをやろう。それだけだ。イエス。はい。うわ一緒、これです。いやでもそれじゃ俺勝てないから。でもまあ本気は出すんだもんね。そうだから俺そこにかけるわ、うんうん、じゃあ僕の予想いきます。すぐ動いた。動いたかったね。これで。わかんない、わかんないよね。そうだね。行きます。普通に動いた。外れです。これは？近いのはどっち？俺？だね。まあそう立ってるからそうか。が。もらっていいの？1ポイント。やった。じゃあ1ポイント。1ポイントだ。ありがとうございます。次行きましょう。はい。本当に懸垂ができなくなっちゃったのらしいです。最近ですよ。やっぱり俺は完コピした。次は四種目目です。それを聞いてんのか。30秒間で腕立て何回できるか。おもろくね。ダメでしょ。30秒間か。そう、まあでももしかしたら後半15秒ぐらいは意味ないかもしれないけど回復してきてみたいなのもありそうだし、ね、ちょっとそれをやりましょう。はい、はい、でもだいぶ前強くなったからね、うん、そう成長してるんだよ。そう、よーいスタート。降りてます。最高のディスだな。もうきつい。3 10 8 7 6 5 4 3 2 1。そうだね。そんな息上がる。5回です。あーちょうどいいかもな。うーんな気がした。はい、5回でお願いします。はい、俺もゆうなちゃん振らせよ。いきます。頑張る。よーいスタート。頑張れ。膝ついちゃダメ。7かな7。これ近い方ですよ。 OK。 そんなんじゃないよ。なんかいける気がする。そんなんじゃないよ。6で終わるのが一番。6で終わったらじゃんけんやな。あーそう、確かに。よスタート。1。おお全然。2。やばい。3。はい。4。終わってんの普通に。5。よっしゃいける。6。よしいけるいける。残り10。8。9。10。あれ待ったよね。すごい。すごい成長してんじゃん。本気出した。あとさっきの悔しさがね。僕の1ポイントでいいですか。
並んだね。食べ過ぎて終わりだ。次行きましょう。はい。第5種目目トランポリンで前方2回ひねりをして着地止めようとするけどどうなるか。はい、はい、あー迷うなー。よし、もっと。これ。はい。いやー舐めちゃいかんよ、俺は信じる。すごっ。いきます。こんな感じ。前につんのめる感じで。つんのめる感じで。オッケー。オッケー。これはもうはっきりしてるね。まあ大きく言えば解ける形かみたいな。ああ。止めるが入ってこない。止めるとは思われてない。止めるとは思わない。はい。頑張る。よっしゃ。イエーイ。勝ったー。やったガチかー。まあ近くね、しかも近い近い。僕1ポイントで。はい。もうあと4つだからね。はい。さあ3ポイント、2ポイント抜かれたー。ね、確かに。次行きましょう。はい。第6種目目、この長いトランポリンで平山選手は前宙を何回連続でできるか。とりあえず回ったらそれは1と数えよう、こけても。あー、オッケーオッケー、うん、1回やって次こけたら2回で。オッケー、いきましょう。はい、はい、いきます。ボール1、2、3、4。待って待って。どうどうどう、怖いなー。4回。オッケーオッケー。よし、うまかったね。コウタロ出ちゃった。じゃあ僕行きます。はい、はい、頑張って、はい、行きます。できると思ってた。2で2回目で俺マジでこれだと思うよ。偶数よな。そうだね、絶対無理だと思う。10超えたら謝ろう。土下座しよう。本気で挑んでくださいね。はい、行きます。1、2、3。これは4じゃない。まあ、回ったけどね。点々だったから。うん、すごっ。コウタロすごっ。イエーイ。待て、1ポイント。うわ、並んでるね。並んでる。おう。うん、次行きましょうか。はい。はい。はい。第7種目目。幅跳びで。あー。8幅跳び。はい。これ結構。僅差になると思うし、勝敗分かりやすいんで、はい、やっていきましょう。はい、はい、いきます。危ない。はい。すいません、ゲップが出てしまいました。あつ森と出てしまいました。いや、喉の方でギュルってなった。ゲップって言っていいかわかんない。そこでね、ここがかかとでした。はい、え、舐めすぎじゃね。そうでもない、そうでもないな。安牌じゃない。安牌だ。高いっすよ、ゲップ大好きなんですよ。いきます。やばい、僅差すぎる、僅差すぎる。じゃあお願いします。いきます。おかとの位置ですから。本気で飛んでください。
ちょっと待って、これさ、ワンチャン結論1じゃねえ。そうだね。うわ、待って、足だったら俺だったって。これはもう、立ち浜のルールでいく。ケツだね。孝太郎です。僕の方が近かったです。足の位置完璧だったのに。きたー、滑った、滑った。1ポイント。今、4。4か。で、俺が3。3。あと2試合です。よっしゃ。いきましょう。はい。第8種目目。指も9だった。最初。8種目目。終わってたわ。8ということでね。次はちょっと大変です。はい、10秒間に逆上がり何回できるか。はい。はい。シンプルです。はい。はい、じゃあ、ゆうなちゃん数えてくんね。数。10秒。うん、いやいや。いや、はい、はい、よい、スタート。3、2、1、終わり。5か、最後の1回はありで、ありで。5回。手痛いって言いそうだな、マジで。痛いでしょ。 え、痛いって言いそう。うわ、いきます。よー、スタート。あれ、ちょっと待って。あー、お腹痛い。終わりー。やばい、3、俺4のつもりだった。時間使いすぎた。3回。おお、これはワンチャンあるんじゃないか。バレるね。本気ですか。本気です。いきます。よー、スタート。わかんないな。2、3、終わりー。間だ、間だ、間すぎるな。間すぎたね。ゆうなちゃん的には3か5どっちが近いと思う。あの、細かいところ3。僕の1ポイントで、ありがとうございます。オーケー。いいよ、いいよ。よっしゃ。お腹痛かった。あ、そこね、ポイント。やばいな。手じゃなくてね。うわ、そこでかいわ。なりきってよかった。次最後。次最後。ラストが、本当の勝負になる。オーケー。やっていきましょう。はい。はい、最終種目。床で倒立何秒止められるか。歩いちゃいけない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 。一発勝負。2回の。最後にふさわしくない。はい。ああ、何秒か。そっかそっか。うん、よし。足振り上がったら押します。スタート。あれ、ちょっと待って。4秒27。 OK。 あるなそれ。多分これもうなりきり勝負だと思う。そう、もう演技力だね。いくわ。もうやだ。あー、ちょっと待って。似てなさすぎだよ。今の、はい、3秒45。うわー、いい戦い。もうだから長ければ長いほど孝太郎だね。そうだね。一瞬で忘れない。もうすごいから。これで勝負が決まります。はい、かかってますよ。もうすごいから。語彙力ないっすよ。いきます。やば。そう、倒れが一緒じゃない。ダメだよ。ただいまの記録2秒33。まさかさ、一桁台の勝負とは思わなかったよね。さすがです。すごいから。
わーくそということで平岩なりきり選手権は僕の勝ちで、うわおめでとう、ありがとう、すごいいい戦いだったねみんな二人ともさ、なんとなく特徴分かった、分かってるね。あとはまあその日の気分次第のところもあってはい他の種目でもできると思うんで、またやっていきましょう。はい、はい、この動画が良かったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。バイバイバッバッ。